それでは続いてのブースへ参ります。それでは企業名とお名前をお願いいたします。博士のワックスという、まあ、ブランドでやっている青山化学、青い山の化け学なんですけどね、はい、それでやっている スキーとかスノーボードのワックスを提供してます。よろしくお願いいたします、はいはい、よろしく青山博士です。よろしくお願いします。博士と言いながら、はい、言い忘れたけど、これライダーたちの、はい、ニックネームで。そうですよね、はい、僕は博士号を取ってるわけではありません、はいはい、それぐらい頼りになるということですよね、選手からは。そうですね、さて、その、はい、博士のワックスなんですけれど、これ今スキーや、はい、スノーボードとかそういったものに、はい、使われるワックスを、はい、青山先生が提供しているんですね。はい、はい、これちょっと説明いただいてもいいですか。はいはい、ではね、今北京オリンピックオリンピックがやってまして、はい、そうですね、私うちの青山科学では、はい、モーグル選手チームに提供してます、はい、まあ、これ活動報告、まあ、モーグルで9位になっちゃったんですけど、一応ワンツースリー狙ってました、正直言って、はい、うん、で、まあ、堀島くんが3位になってくれたんでよかったんですけど、はい、まあ杉本君はストックが折れちゃったしね、うん、それでちょっと残念だった、まあ、そういった不運はあったんですけれど、はい、まあ、もうみんな頑張ってくれて感動良かった、素晴らしかったですよ、ですね、みんなが、うん、素晴らしい滑りでした、はい、うん、というところに提供をしているというものなんですよね、はい、そうですね、それ、はい、博士のワックスはそれをやったことによってかなりやっぱスピードなんかも変わってくるわけですか。そうですね、ただね、これこういうところで言っちゃいけないのかもしれないけど、はい、今年雪温がマイナス27度だったんですね、はい、で僕もね、一般的なワックス使うと、うん、低温すぎると板が滑んなくなるの。あ、そうなんですか、うん、はい、うん、ですごい心配だったんで、はい、一応代表監督の通して聞いて、うん、一応杉本君とか、はい、富高選手、うん、聞いた、間接的に聞いたんですけど、はい、うん、とりあえず問題なく滑るっていうことで、はい、低温でも滑るっていうことは、うん、安心しました。なるほどですね、そういったものにも強いんだよ、うん、というの で、 そうですね、はい、こちらを開発に至ってはどんな苦労があったんですか。はい、今環境の問題とか騒がれてるんで、はい、選手たちに提供したのはこのフッ素の入ってないタイプなんですね。なるほど、うん、こっち側入ってんですけど、はい、ま、それを提供してます。なるほどですね、環境にも考えて博士はそういうのを選手に提供してる、ね、はい、はい、そしてそのワックスを博士にも、はい、博士のこういったそうですね、まあ普通の人がね、モーグラもそうなんですけど、うん、はい、結構そのうまく言えないんですけど、板に手入れかかるとダメなんですよ、次から次へ、うん、予選とか決勝とかあるから、うん、はい、ある程度耐久性がないと、うん、なるほど、うん、最低でも5回、1回塗ったら持たないとダメなんですね、はい、うん、その辺の耐久性と滑走性のその実は調整がちょっと苦労しましたね、うん、なるほどですね、うん、さあそれではね、最後になりますけれど、この博士のワックスをね使ってもらいたい方々に、はい、ちょっと一言また最後にいただきたいんですが、ね、はいはい、非常に初めての方なんかは、うん、塗りやすいこういうペーストタイプで十分性能の出るものがありますので、はいはい、ぜひもし興味があってモーグルとか、まあ、そのハーフパイプの選手たちも使っていただいてます、はい、なるほどですね、うん、はい、ちょっと名前は言えないけど、はい、ナショチにもちょっと提供してます、はい、この辺ね、なるほどですね、うん、うん、はい、そういうことがありますので、はい、ぜひ簡単な入門タイプから始めていただけると幸いです。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん、博士のワックスね、ぜひチェックをしていただきまして、いただきたいと思います。またこのピンクのね、このカラー、今日はピンクなんですよね。そうですね、たまに黄色もあると、うん、白もある、白もあります、ね、黄色はね取られちゃった、取られちゃったんですよね、はい、ぜひ博士のワックス見てください。ありがとうございました。